あら、ちょっとこれうちら厳しいですね。パーティーが。パーティー。あ、やべえ、鉄鋼弾捨ててくるの忘れた。そうだ。俺は編集業になろうとしたのに。このラインに引き込んでくれれば打てるけど。ああ、わかりました。でも下がってくるかどうかしてね。さよなら。あ、ナイス。セブンも ISO も俺の榴弾食らってっから多分ビビっていると思うんだけど、ナイス。じゃああとアイスフォースね。行くか。ケイレオポン。染めたレオポン。アティでも移動3枚入れし頑張れ。よし、OK。OK ですね。さて、さて。マルコーがどこにいるんですかね。いるのは分かってるけど、あの、高台って人によって死体ポコーとか出てこないかな。行ってみようかな。それやばすぎっすね。出てきたら決まってんの。自分は正面しか行くとこはない。出てきた。やばさすがにやばいっすね、それは。決まってんじゃないですかに、ね、めっちゃ落ちた。すいません、めっちゃおもろ。決まってますね、だいぶ。あ、もう今動画で使おう。何今の。あ、変な笑い声入っちゃったけど。うわぁ撃った本人がビビるっていう。えぐー今の。ロマン4、キビキビですね。やばい、決まってた。300万でアップグレード。なりきんだーっつって。まあでも、ようやく順調になってきたか。うん、ようやく戦場が落ち着いてきた。うん。改めまして、ロマンだっつって、ロマンだっつって、やっぱ英国同士組まなきゃダメなんだ。バカルカちゃんっつって、めっちゃ宝刀周り似てますもんね。なんか例えば同じもの流用してるんでしょって。うんうん、なんか毎回伝説の残す三冠の考案、久しぶりじゃない。テスト中のマップ来たの。今やよしよし、コンク先輩どこ行きますかね。まあ、最初は、まあ、北寄りだよな、ハルダウンっていうと思えば、うん、北寄りのあの変な通路みたいな、まあそう、最初の通ろうかなみたいなところで、そうっすよ、移動力足りるかな。開幕重戦車で重要とか、何乗っても重要、この初めに行き先を方針でっつって、左に行った方がいいな、それ、そこの真ん中を撃たれば、ああ、そうですよ、そっち側行きますよ、正面だから、うんうんってなるから、あの正面撃たれば、じゃあ、オッケー、こっちから行きますよ、さすがにね、方針で行き先を示すのは大事だな、うん、あ、いた、ちょっとよくないね、決まってんね、なっつってる。当たってない。誰かが150自走ですね。うん、当たんなかったんだ今の。俺当たったと思った、うん、あー痛い、てる変なやつ、ご挨拶来た俺に、うん、なんで俺なの。バックします。打てないですよね結構。そう、出てくるのマジになっちゃう。うん、登るやつらいなかったですね。結構重いです。適当に打ってきてる。え、視界勝ちしてんのか。あ、俺駆逐がまがいなりにも制してるやん。はい、勝てんのか。バレ消えるって言って。あ、発生する。崩れんすね、うん。視界強化しなくても紅茶積んでるや目はあったようだ。ずっとーん。初めてちゃんとしたとこを画角で見た。ああ前は本当に真下で食らったから。うん、視界取れんねんかな。なんかバレたけど、何バレたんすかね。プロジェットなんか向こう側にこっちに来てたから。あ、くそ違う、なんでいいとこで 60dp 通るんだ。イースリーになったのに。びっくりした。逆や。なんで 60dp 狙ってた、テープ狙ってんのにイースリーが通るんだ。
そう、肉壁ができてしまった。撃つまでバレへんのやった。丸ごっ、やばい、ロケット来ちゃったから視界負けするようになったな。お、ナイス、いいよ。誰俺の城。あ、114、知らない子やな。テップ無理っすね、マジで。テップはきついっす。あ、やばい、VZ 来た。チャン、チャン、チャン。と無理。何も物がねえじゃん、果軸。下がるときも危ねえしな。前に行くしかないっす、ちょっとだけ。あ、すっごい見てるな、あなた。すごい顔だだすね。プロゲットがいるかどうかで視界が勝てるか負けるか。左からめっちゃ頑張って下がります。はいはいはい。あ、ここならいけそうけど、なんかテープがすごい色しない。おい、1251、さよなら。オッケーオッケー、これちゃんと距離は1個去ったの。うん、E3 さえいなくなれば、E3 がいなくなればね、 VZ 押しに行けるんだけど、どこにとりあえず放置で良さそうっすよ、VZ。はいはいはい。あいつ多分俺に拾って出てこないと思うんだよね。うん。お？あ、リタイか。うん。あ、で、これで俺を狙っていくんですね。あ、またリタイア。すごい VZ 出てきてますね。俺を撃とうとしたんだよ、俺が撃ったから。ただ、あいつ、俺がハルダウンしてからちょっと火をビビってた。2発抜かれたか、痛い。よしよしよし、ナイスナイス。あ、帰ってきちゃった。次で俺を殺せる体力になっちゃったから、突っ込んできそうだな。あ、よし。いや、でも自分発見ついたんで、ここで。無理やり、まず自分になるじゃないですか。あ、来た。よし、オッケーオッケー。これで、もう怖いものはない。行きますか。はい。わー、3が。E3 を一発ぶち込んどきたいんだから。遠距離から。オッケー。おお。一発で終わってるじゃないですか。打ち込んどきたい言って。いや、あの榴弾だったんで、しっかり入んなければダメージゼロだったんで。あ、なんかロマンが立ってるし、そこに。そこいましたね。俺足見えたんですけど。ロマンの棒立ち。奥やと思ったらもう一個。めちゃめちゃ心の手前やん。うちらみたいな、てかあなたみたいな堅実でそいつ。あ、でもこっち向いてない。あ、向いた。よくない。下がれ、急げ。あ、ごめん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 。俺お前の強払いしかしてねえ。行ってみろ、次は誰が死んでほしいんだみたいな。あとはあそこの、はい、あそこの子たちです。まあ、似合う。足足足。ニーナ早え。え、もう走り打ち当たったんだけど。走り打ち当たったんだけど。吸い込まれていくように千段も見えたんですけど今。走り打ち当たったんだけど。かわいそう。やばすぎじゃないですか。めっちゃ当ててるじゃないですか。やっぱね、照準器をあのボンズのもの、ボンズじゃねえや、報酬のものにして正解でした、ね。うん、レートが違うんですよ。気持ちよかった。すみません、人の仕事って。ですか。あんまでもダメージ上的にはロマンない数字だけど、いい気持ちのいいところをなんか追い払うこと言いましたね。ダメージ的にはだって3600でしょ。まあまあまあって感じ。ああ、うん。もっと取れる人は取ってるよ、ね。でも4両切ったのが気持ちよかった。あと走り打ち当たったりとかいう。やっぱ決めないとね。みんなも紅茶決めよう。みんなも紅茶決めてロマン本位乗ろう。2023年の私ってことですね。そういうことです。振り返ろう。じゃじゃん、ログイン、ウィーン、入っていった。あ、いた。これでいきます。それスタート。レッツゴー、ゴー。お、あー、でも2位の方がやってますよね。それはそうだよね。なんかだって自分はあれですけど、2位とやってるだけですけど、2位は他と LJ ですか。パッとやってる以前にあれ知らない人とはつってごめんよ、知らない女とやってるんでしょ。知らない女とはやってないわ。他に女のユーザーはいないわ。私以外とやってるんでしょ。なんかやだ、それ言い方気持ち悪い。気
キモすぎっすね。あれっすよね。これでも、俺がやりまくってたのって、ちゃんがいないお正月とかっすよ。去年の。え、あ、そうでしたっけ。あの、5月以降は、ほら、俺もゲームできないぐらい忙しくて。うん。あの、5月の天変地異が起きる前じゃないですか、私。あれ以降は、俺も結局週に2回ちゃんとやるだけだったし。うん。うん。いいことじゃないですか。まあいいや、レッツゴー。何にそんないっぱい乗ってたんですかね。うん。え、フランスですよね。フランスですよね。次イギリスだと思う、ね、2位はイギリスだと思う。うん、絶対あれイギリスですよ。イギーが見えてますよ ね、この流れ。あーと、ベストフォアロード、燃焼地のブーラスクって全然覚えてないんだけど。うん、高速道路、ブーラスク、全然ブーラスク。1月13ですよ、ね、1月13だからなんかもういそうですね。うん、これも1月14なんだけど、どっちも一緒にやった試合じゃない？こうなってる。おお。あ、そうなんすか、ね。オーバーロードは思い出した。最後なんか魂の入ってないスパパかなんかいて、坂道のとこに。で、ひたすら殴りまくってて、ちゃんにずるいって言われた気がする。でも全勝地結構仕事してね、これ3000足取って3000ダメージですね。うん、まあ、でも結構全体で。ライブじゃないですか。これはもうちょっと頑張れば今取れたんじゃないの。トップが欲しかったわ。まあいいや。はいはいはい。ベストバウトなんですね、これは。オーバーロード。いつも惜しいって言ってますもんね。ね、ブーラスクしか乗ってない。M、M っつって。M 欲しいんですけど。最速3歩。俺と絶対同じ試合っすね。お、一緒じゃないですか。絶対同じ試合。まあ、そりゃそうだよ。お前としかほぼやってないんだから。ふん。最初に初心、これも多分お前とってことでしょ。あ、一緒でいいってことですよ。一緒だったもんね、ちゃんと。ええっすね。で、戦闘スタイル。これ大事。はい。ほぼ抽選者、重戦車、軽戦車っすね。うちく意外と乗ってるんですね。で、自走砲のね、俺の勝率の悪さですね。46回も乗ったんだ。これ多分全部お年玉の年末に乗ったやつですね、全部。ストック欲しくて。ああ。そう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 。ですよね。え、で、駆逐56番。重戦ダメですね。あ、でも重戦乗るときって絶対チャンがいるから。うん、ああ。そうそうそう。だから勝率同じ。なんか、チャンも49番ぐらいじゃなかった。うん、そうですね。それ以外が50で、みたいな感じの。そうだよね。軽戦52、やっぱ軽戦、中戦が多いって感じなんですね。うん。中戦は乗るようになったもんね。俺も全然乗んなかったもんね、去年まで。スタート。大会。いつかの動画で見たのに。確かに。中戦の。ね。練習始めた。練習始めましたって。おぉ。こういう優勝44、メダル2254個。英雄は軽戦者の手とたくさんもらえるからね。え？これはメダルなんか結局、課題でしかねえからね。最も得意なマップ、ワイドパーク。待って待って待って、ちょっと一旦ストップ。最高じゃないですか、ちょっと待って、一回ストップ。ごめん、ワイドパークに当たって記憶ない。ワイドパーク、ティア6じゃないですか、ワイドパーク当たって。これさ、俺ね、今明かすと、ワイドパークってバンしてるんですよ。はい。だから、俺、ワイドパークもしかしたら、年始とかにはやって、勝率 100% の状態でバンして、それ以降当たってないから 100% なんじゃないかっていう、説がある。え、可能性ない、そういうの。でまあ、最も勝率の今ってことでしょ。当たってるんで、当たってるじゃん。6乗ってる時だから、山田さんとかいる時じゃないですか、絶対。はい、ちゃんと山田さんとしかワイドパーク行かないんじゃないもう活躍してるんですよ、ワイドパークで。あ、やば。初心者狩りして、つって。すいません。みんな弱いんだもん、つって。はい。あ、これ大事、これ大事、これ大事。うん。スタビー。最も乗った研究車両、サラディン、スタビー、チト SP なんですね。チト SP があれじゃないですか。愛車たちで言ってるけど、後半最近すいません、乗ってるの。スタンダードも。サラリンとストレスピー。これ全員そうじゃない？サビはたまに乗ってたけど、みたいな。サビはちゃんに合わせてね、開発して乗ってたけど。うん。42回。これはただ俺が研究進めたいだけでしょ。さらにもうすぐ2優等だし、うん。うん。あと8位、ブーラ乗るのに、ブーラブーラじゃないときサラリンだったから。あれ、山田さんがですね、ブーラスクに乗っちゃうと、ブーラ3人招待はちょっと嫌だからっつって乗ってたもんね。うん。もろ。スペシャルはもう完全に。これはちゃんのあれですよね。74回っていう。の話ですね、74回っていうのこれ絶対お前のブラプリに合わせて乗ってた74回でしょっていう。多分お前のブラプリ見ると同じぐらいの登場回数なんじゃないのこれ。大そうですよね。ね。あ、イデオブーラスクですね。この後に出てくるのは。本当にブーラなのか？ブーラだろ？ほら。365000。おぉ、ダメージ。608873ダメージですね。でした。ランダム戦中得経験値平均540。おぉ。まあまあ、これはわかんないですね。遊んでる変なティアダで突っ込んでときますし。うん。あ、これ大事。うんふん。意外とアシストよりもダメージも出してるんですね。結構
軽戦車乗ってる気でいいんだけど。いや、でも、アバンのダメージが少ないですね。251ですか。まあ、平均だからか。ブーラ乗ってたらそうだ。弾けねえね。まあ、そうですよ。基本弾けねえ。そうだ、弾けねえ。あれじゃないですか。軽戦のアシストを自分が取るようになったからじゃないですか。あ、そうか。そして譲ったもんね。その抽選。あ、ブーラ招待組んだ時とかは、ちゃん、視界取ってきて。これすごいですね。命中率 74%、意外と俺の中では高いと思った、これ。もっと俺低いと思った。うん、俺 60% だよと思ってたよ。めちゃめちゃいろんなとこに言ってましたもんね。もう俺の今日の試合見たらわかる。あの適当に打ちまくってる。あの当たったら楽しいなっていう気持ちで打ってる。もう決めしか全然入れないね。貫通69%。確率に入れると分かってないと打たないし、ね。ああ。気打ち。69%はな、榴弾使ったりするとね、しょうがないよね。まあね。ね、ロマン放ってたらね。次。ですね。何があったっけ？一回に。派遣者車両4589。まあ見つけるか。何戦やったんだっけね、今年ね、忘れちゃった。ああ、これ大事、これ超大事。最もいい。あ、やっぱ SU です。SU はこれ、さっき言ったね、チャンの方の動画で言った、スコジの次に出てくるのは SU130PM 倒してんじゃないか、うん、思った通り。やっぱ二大巨頭なんですね。スコジと SU とブーラスクとレルクが、多分ティア8にはびこってる車両たちなんですね。うん、でも絶対ブーラで行ってるからですよ。絶対そう。ブーラ乗ってからブーラ見たらブーラあんまいないっすもん。そうそう。やってんったらブーラあんま見ないもんな。うん。次、撃破した車両数2589。もう。これわかんない。多いんだか多くないんだ。はいはいはい。で、アサインによる車両発火20。倍じゃないですか、倍。いや、でもやった試合が 1. 何倍だっつって、まあ、こんなもんじゃん。あなたによる機器29秒。ほら、これはちょっと待って、これちょっと一回止めよう。これは絶対、お前のおかげよ、はい。お前のおかげ。倍どころじゃないですよ、に。いや、だってもう。こんな横綱し男性。だってもうマジで、あの、ちゃんが、ね、なんだっけ、体当たりやーとか言い始めたからめちゃめちゃエロいなと思う。多分俺が動画で今後今年上げた、いや、去年上げた中でも多分2回、3回ぐらい上がってるもん、動画。体当たり激安。己が弾丸であって。そうそうそう。ダメージ入れる精神。なんかいい25と引き分けるぐらいの試合的に差し違いで耐えたいで殺したような記憶あるし。チャーフィーかなんかで、ね。格上ガリアっつって。ですね。めっちゃ、俺はちゃんのおかげです。耐えたいで29両も殺しました。うん、あ、殺したなんて言っちゃですね。倒しました。はあ、敵ブラスク。やばだよ。それはブーラスクを一番倒したんなら、ブーラスクに一番やられてるのはブーラスクが多いんで。運営はブーラスクの数を減らさなきゃダメよ。大事ベスト。あ、やばい、ちゃんどうしよう。俺カーナボーに乗った記憶がない。確かに、あれ俺カーナボーなんか乗ってたっけ。でもなんかたまに乗ってる気しますけどね、カーナボー。あ、 AX やーって感じで言ってた気しますけど。ちゃうねん、カーナボー AX はね、うちのガレージにいないんですよ。これ、え、いないんすか。これね、多分あのアマプラかなんかのレンタルで乗ってた時のやつ違いますよ、きっと。ガレージいないっすよね、カーナボンって。いつだろう、8月とかじゃんだから。へぇ。なんか、ないの？あ、T832 とか乗り始めた頃から。おぉ。ね。で、ブーラスコオーバーロードはさっきの試合でしょ。AMX12 トンなんですね、自分、A 戦車。うん。もしかしたら、俺が言ってないだけで、この辺の動画になってるかもしれない。あ、なってる。ちょっとの電子装置は絶対動画にしたよ。覚えてるちゃんこれ、俺なんか飛べ弾薬庫っつったら敵の弾薬庫ポーン飛んで、あ、最初、あーなんかね、でその後その飛ばした弾薬庫のあの車両の砲塔を踏んづけたせいで旋回遅れてヘルキャットにこう危うく殺されかけた試合。これが絶対全勝地の人でしょ。もうあれがないっすよ、ワイドパーク。ワイドパークなんてなかったよ。ワイドパークなかないじゃないですか、全然単語出てこないっすよ。いいかシスター、ワイドパークなんてなかったんや。ワイドパークの平均値が高いってことですか。ワイドパークなんてなかったんや。次。なんだ。これは知らん。これは知らんなんだ。うん。こんなこと言われてもわからん。617万メートル。知らん。すね。これからも頑張ってください、ワイドパークで。ワイドパーク動画にしたことないぐらいマッチングしない気がするけど。やっぱり2位がなんかワイドパークの強いポジションを言ってるのを覚えてますもん。線路の横でしょう。そう。ちゃんが乗る車両に、あれだよ、STR-V74 かなんか乗ってる時でしょ。うん。あの、深く15度ぐらい取れんならこの位置使えや、みたいな言った記憶あるわ。なんか、めっちゃ撃てる、めっちゃ撃てるとか言った気がする。いや、ロセアロー。ワイドパーク1000人でしたよ、そう、せやろ言いながら AMX12 トンでそのポジ使えないっていう。
感じのことをやった気がする。ワイドパック1000人でした。まあ、そういったら1000人でやるのエルク1000人でやったり、ブーラスク1000人でやったり、あのブラプリ1000人でやったり、1000人我慢してるよね、ちゃんと前で。はよ。はい、というわけで、以上、2023年の戦闘の奇跡でした。ウェイズ。よければ2位の T1 スタイルズのチャンネル登録と高評価のポチをお待ちしております。それから自分の動画チャンネルマッシュの部屋でもゲーム実況を始めたので、ぜひ遊びに来てください。以上 T1 スタイルズの妹マッシュルームでした。